皆さんこんにちは。今回は、天皇の、退位即位についてお話をします。で、現天皇の、生前退位が2019年4月30日に決まりました。そして現在の皇太子の、天皇即位は翌日の5月1日に決まりました。ずいぶん時間かかりましたね。で、まあ、こぼれ聞こえてきた話としてはですね、首相官邸がかなりですね、皇室と対立した、まあ、いろんな駆け引きとかですね、なんかその気持ちの悪い話が随分聞こえてます。現在の政権はですね、天皇に対する敬いもリスペクトも非常に足りないと思います。とにかく自分ファースト、自分中心、自己中心、エゴな、政権だと思います。ですね、それで、やはりその次の年号は何になるか、みんな興味があるところなんですが、とにかく今は日本にとって非常に危険な、時代になってます。ですから私はですね、この元号が、それをなんとかですね、国民の願いを実現するような元号にしたいと思って考えてみました。平和ってどう思います？平和元年、平和2年、平和3年ってなんか素晴らしいですよね。だからなんかでそれを書くごとにですね、なんかその平和を強く思う。で、平和という言葉が常にこう自分のこう意識の中にあればですね、平和に逆らうことをする問題、平和に逆らう政治、平和に逆らう社会、平和にそのね、水を差すようなことに対してきっと人は感じると思うんですね、反発をね。で、そういうことを含めてですね、元号を平和にすればいいなと。でもちょっと調べてみるとですね、元号というのは7つのルールがあります。で、国民の理想としてふさわしい意味を持つ、これ平和いいじゃないか。2つ目、漢字2文字、平和いいじゃないか。3番、書きやすい、平和書きやすいじゃないか。4番、読みやすい、平和読みやすいですね。で、5番は、外国を含め過去に元号や送り名として使われていない、もちろん平和大丈夫ですね。で、6番、俗用、俗な使い方、まあ、なんかあまりこう品格を失うようなことに使われていない言葉、ここ OK ですね。だからね、平和というのはその1、2、3、4、5、6、もうバッチシなんですね。もうこれはグッド。ところがですね、7番、これ最後なんです。ルールの最後にですね、アルファベットの頭文字にして他の元号と同じではないこと。明治は今確かに M ですよね。で、大正は T ですよね。で、昭和は S ですよね。平成は H ですよね。ところが平和は H なんですよね。7つのルールのうちの7番だけに反するんですけども、むしろ1から6はもうぴったりですよね。ですから私はもう本当にその平和の元号にしてもらいたいと強く思います。皆さんいかがでしょうか。